はい、どうも隊長です。ということで UFC3 続きやっていこうと思います。前回はまだデビューして2戦ぐらいしかやってないのかな。今回はその続きなんですけども、今回の対戦オファーの相手もう格上ですね。能力値で見るとそうでもないか。相手の名前は、コールマン・セラーズでいいのかな。アメリカの人です。7戦やって5勝2引き分け0敗負けなしということで、まあ、キャンプ期間3週間あるんで、しっかりみっちりとトレーニングして準備していきたいと思う。まあ、こんなとこでへこたれちゃ UFC 行けないんで、どうしよう。ジム、今ボクサージムに通ってるんですけども、ジムをアンロックするための資金が足りません。あー、これちょっと高いな。5万円かかるわ、このジム行くのに。今2800円しかないんで、まあ、普通ドルって言うんだけど、ここではドルって言うんだけど、まあ、円で言うっていうね。今2800ドルあって、まあ、ボクサージム週間トレーニングコストが600ドルなので、まあ、3週間で1800ドルかかると、まあ、勝てばいい話よ。勝てばお金手に入るからよりいいジム行けるから。負ければ手に入らんもんな。 WFA じゃ大活躍だな。 Looking for a fightとの番組で有望選手を探すためにダナ・ホワイトが今度の試合を偵察しに行く予定だ。いい試合を見せれば UFC 出場につながるかもしれん。おお、トッド・グリーンさんからいただきましたけど、リプで。これで選択肢あるんですよね。どういう返事するか。そういうことは試合の後に考えるよ。評価してもらえるように全力でいく。 UFC 出場にかなり近づいてるのは間違いない。だから勝てば UFC に行けるってことだよね。そういうことは試合の後に考える。まず目の前の試合ですよね、これ、うん、まず目の前の試合に集中。いやー、 UFC3 楽しいな、本当に。格闘技ゲーム好きな人はぜひ買ってみた方がいいですよ。まあ、今 EA アクセスやってるんで、そっち契約した方が EA のゲームやり放題だし、そっちの方がおすすめかな。次の対戦相手はやっぱり今んとこちょっと隊長渡辺は寝技スキルないので、やっぱ立ち技で相手をぶっ倒したいので、ここはストライクとかスタミナ重要だよな。よし、ガンガントレーニングしよう。待って、継承しちゃった。フットワークマイナス4。嘘、これちょっと練習しちゃいけんのかな。でも特訓はしときたいな。新しい技覚えたい。この選手45秒以内にパンチを5回ミスせずに20回当てる。いけるいける、余裕。こんな感じで、まあ、トレーニングパートナーとなんかチャレンジをすればパークとかスキルを覚えることができると。45秒以内に20回だろ。これパンチだけ？パンチだけだよな。ほい、アッパー。でも L、 これここ。これもちょっと成功させたい。エルボー、あれだ。はい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 、オッケー。お疲れ様です、ありがとうございました。相手してくれた方にはちゃんと挨拶しなきゃね。重い拳、ちょっと技適用させよう。こうやってね、技を覚えてこれで適用しに行くのかな。アキスロット、 R1 三角でオーバーハンド。ああ、これか。上からなんか振り下ろす的な、なんかこれいけるかもな。 R1 三角か。よし、これは効く。カウンターとかね、持ってこいかもしれない。でパークでこれだ。フックで与えるダメージが増加する。よし、これでいけるよ。覚えたからな、技を。ちょっと怪我してるんで宣伝しとこうか。試合が楽しみだ、猛特訓中。よし、コルマンセラーズより絶対にいい練習をしてる。試合をもらう。でもちょっと怪我しちゃってるんですよね、フットワークとかブロックあたりに。そこがちょっと不安なんだけど。俺たちは常に新しいファイターを探している。昔は選手を探しに世界中回ったとか。この人なんか UFC の会長みたいな人なんかな。あんまりよくわかんないんですけど、めちゃくちゃガタいいな。
a lot of tough fighters. Let's see who really wants their shot at the UFC. この人がちょっと今偵察しに来てくれてるってことだよね。いいとこ見せなきゃ。コールマンセラーズ対隊長渡辺。リーチの方はもう隊長渡辺の方がもう20センチぐらいあるよ。よし、はい、よし攻めます。この試合はお、これ効いた。これよ、これこれ。よっしゃい、いいね。来いよ来いよ。おい、来ないな。お、フック、いた。あー食らった。はいはい、ちょっとまだ動きがもっさりっすね。もうちょっと動き早くしたい。打撃スピードっていうか、これこれ、ラッシュラッシュ、隊長渡辺ラッシュ。相手相手もちょっと防御する一方、おい反撃できねえだろいいぞ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 、おい追い込んで、追い込んで、ここで昨日さっき覚え、エルボー、おい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 なんだなんだ、手も足も出ないのか。おらダウンさせた。おっと、よしよしいいぞ。そんなやべえの食らってない。よっしゃい、いた。あ、スリップスリップ、これはスリップです。よし、ほい、ボディ狙ってみるか。ボディ、はい、あ、相手ボディ攻めしてきてんな。よし、くぅ当たんなかった、ハイキック。痛い痛い、はい、おお、来た、当たった。俺ちょっと俺疲れてきてるわスタミナとかよく考えないと。残り1分、この50秒の間で片付けるか。よしよし、うう、いいよ、体勢変えよう。あ、読まれてるな。いい、やばい、足がやばい、左足がやばいやばい、押されてる隊長渡辺。もっと攻めろ自分から。お、ちょっと有効打数では負けてんぞ。でも一回ダウンはさせたいよね。大丈夫大丈夫、2ラウンド目も同じ感じでいけば KO でいけるぞ。勝って UFC よ UFC。 ほらお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 ら、くそスタミナが、くそスタミナが、くそスタミナが、あーあー、あらが、お腹が痛い。休憩休憩休憩、やばい、多分1ラウンド目のボディとかが蓄積されて、あとスタミナも減ってる状態だからボディがより効く状態になってる待ってやばい、これやばい、くそ、スタミナよく見ろスタミナか、はい、あ、よっしゃ、もう頭開いてきてるだろう、やばい、うう、スタミナがない。よっしゃ来た、前半でちょっといらねえことばっかやってスタミナ使っちゃったな。
やばい、右足左足やばい右足も左足もやばい。このラウンドは絶対持つ。相手に近づこう。必殺一撃のパンチを食らわせれば倒れるはずだ相手も。あ、終わった。やばいなこれ、かなりやばいかもしれん。隊長渡辺プリンス押されてますクソスタミナが。よっしゃー、おい、一発目いいの入ったよ。かーもう足組んね、組んじゃねえ足なんかもう。相手まだスタミナ残ってるっていうのかな。来た。あ、おい、あっさり負けてしもうた。いやーもう足も来てたし頭も来てたし、うわ KO でやられた。ここで負けてしまったよ、コルマンセラーズ。1ラウンド目の最初あたりは良かったんだけどな。隊長渡辺頭ダメージ結構負ってましたね。相手意外にも頭そんなにダメージ食らってなかった。いや悔しい、600ドルせっかくジム通ったのに。大丈夫、いつかは必ず UFC に出場できる信じてるよ。負けてがっかりだようわ、勝てば UFC だったなこれ。トレーニング積まなきゃいけんな。次の対戦相手まさかだけど、これまた1からやんのかな。こいつにしようかな。あれもしかしてこれあれか、真ん中のこの戦績の数字、真ん中は負けなのかな、一番右が引き分けって感じかな。ってなるとこの選手は7戦やって5勝2敗か。負けてるやついくいやここはもう何でもいいや、真ん中の選手にしよう。1600ドルしかないんで、3週間いっちゃったらこれ借金することになっちゃうねいけんのかな。あー資金が足りない。自宅でトレーニングしますか自宅トレーニング、もう今マジで底辺のとこにいるからね本当にいつかこれトレーニングむっちゃ頑張ってチャンピオンになるんだっていうね、そういう目標を持ってやるからね。シャドーボクシング自宅でやりますあー怪我したプロテインシェイクということで試合やってきました。注目度最低です、誰も興味のない試合。まあでもこうやって一個一個積み上げていくもんだからね。負けてしまったけどさっきの試合は、もう今個この試合押す、めっちゃ押す、もう押す、おらっ。あとスタミナとか本当なんだろうな、 KO 勝利狙ってるからもう早い段階でぶっ倒したいよね相手を。ほら、アッパー来た、もうここ、ほら本来の俺はめっちゃ強いんだぞ。あ、いや逆にアッパー食らった。おい、ボディ行って
ハイキック頭いって、ここ行く、隙あり。猛特訓、自宅で猛特訓したんだ。おら、くたばれこの野郎。タイ、タイキック。おら、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 何もできねえだろ。よし、よしよしよし、いけ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 。もう一回もう一回タイキック。タイキックにもう一回持ってって。ちょっと俺も スタミナがないけど。ダメだ、スタミナがない、スタミナがない。ブレイク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 。よっしゃ。おい。おい。どうしたどうした。おら。このラウンドで肩つける絶対に。寝技に持ってこようとするのか。タイもう一回ボディいっちゃうよ。ほらそんなことするとボディ死んじゃうよ。おっとブレイクいた。くうくんね。おいおいはい来た。勝ちました。早めに決着つけるべきだった。さっきの試合は、今日の最初の試合はちょっとなんか長いスパンで見てしまったな。だから UFC 出場を逃してしまった。 KO で勝利。こういう戦い方いこう。もうスタミナは1ラウンド目頑張って2ラウンド目で出し切るって感じで、もう3ラウンド目になっちゃうともう多分隊長渡辺の方が不利になる。やった、隊長が調子取り戻した。ツイッターのアカウントだからマジでツイッターのそのリプ来てるみたいな感じだ。次の対戦相手、あこいつやったな、エリック・グリーン。こいつやったんで、いやこいつやろうか。よし、勝負あり。こいつはこのままいってワンラウンド KO。 次だ、次勝てば UFC。 ここまではいけるんよ。お、何これ予選って。アルティメットファイター、何これ TUF 決勝。あれこんなんあったの。チームジョンソン対チームドットソン、何これ。試合受けますか。はい、予選。あれ次勝てば UFC 行けると思ったんだけど、長い道のりだな意外にも。なんだこれ、詳細データ比較。お、いきなりなんか変な大会出されていい。予選スタートしてるんですけど、なんかな、これ優勝すれば UFC 行けますよって感じなのかな。だったらさっきの最初の試合勝っとけよかったって思うわ。勝てばめっちゃ楽だったよな。でもこの試合には勝つよ。おいおい、エルボー、エルボー入れてく。おら、いけ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 。よっしゃ。え、嘘、持ちこたえるな、おい。おい。ダメ、スタミナが。よっしゃ、これ効くね。うん。フェイント、フェイント入れる。うあ。来いよ。おい。おい。これいいね。これ後ろに、あーダメだ、効かない。カウンター全部当たってるぞ。ダメだ、うまくいけない、タイミングが分かんない。よし、おい
熱い試合になってんな。お前もやるな。オッケー、頭きてんじゃないのか。おら、おい、これで決める。なんだおー、なんだおー。え、1ラウンド終わった。よし、2ラウンド目でぶっ倒す。ダウン奪ってるからね。テレビ中継とかされてるよね、カメラ持ってる、あの撮影してるから。うい、よし、あー、カウンター食らってしまった、カウンター食らってしまった。おい、うん、頭以外狙っていこう。ボディボディ、うお、危なっ。ういおらおらおら、もう限界なはず、あいつの頭は。ういくたばれや、早く。しぶてえ野郎だ。エルボー対決、ここ。お前はよく頑張った。おいおい、ダメ、その前に打ってくる。よっしゃ、はい、倒れた。ここで、ここで決める。うっ、勝った勝った勝ったぞ。これで予選かよ。オーバーフック決まったね。 UFC って T シャツ着てるけど、スタン4回奪っての頭だね。頭攻めるの得意な隊長渡辺。こんな感じで予選2、準々決勝ってやってくんだね。なるほど、今日予選2まで終わらせて、次回の動画で準々決勝、準決勝、決勝、まあ決勝までいけたらの話なんだけど。今日は予選2までやろう、連続の試合。基本的に体長渡辺リーチ191センチもあるから、有利っちゃ有利なんだよな。18歳の顔に見えんけど。予選2、赤いパンツいいね。これ、これ必殺技。これとりあえず一発当てといて。お、おお、なんだこいつ。なんだなんだなんだ。こいつもやばいな。足攻めに行くか。左足破壊させよう。前回同様。えい。OK! OK! もろいぞ、お前の左足、意外にも。どうしたどうした、そのまま行っちゃうと。おい、お、ちょっと警戒しだしたな足。あっちゃー、ほら、ほら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 、スタミナが疲れた。やばい、ここでここで余計なスタミナ使うから後が苦しくなるんだよ、隊長渡辺。よし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 、おい、うおっ、ゲホ。いや、スタミナのトレーニングが必要だな。よしよし、おおおおお、逃げる、寝技なんてないよな、寝技。あったあった、あー仕掛けられたんだけど、もうちょっとで寝技いくか。
ノースサウス。なんかできる寝技とできない寝技があるね。バックフラットでやれば裸締めがいける。よし、行かせね。寝技で締める。寝技結構コツいるんすよね、これ。最初覚えるのすごい難しい。いいよ、いい感じで来てる。いいんじゃない？え、うわー、逃げられた、逃げられた。立ち上がろう。クソ、逃げられてしまった。いやでも寝技で決めたかったな。もう一回寝技し、なんていう、仕掛けられたら今みたいに。じゃあ今回落ち着いていきます、スタミナ重視で。がむしゃらにはいかないよ。おおっと、いいね。はい、来た。ああ、防がれたらもう3発目以降はもう効かん。うい、危な、今の危ねえ。おい、エルボー来た。当たったぜ。これはでかいぞ。スタミナがないからもう落ち着いて。いいね。おっ、来た。でもちょっと寝技スタミナ心配だな。バックサイド、バックマウント、バックフラット、くそ、トップマウント、ちょっとスタミナ、バックフラット、これ来る、来るぞ、裸締め。ここ本当に落ち着いていかなきゃいけないんで、ミスしたら終わる。一発でもミスしたら、あー、逃げられた。畜生。やばいぞ、やばい。あかん、離れよう。やばい、スタミナがない。くそー、どうすりゃいい、このスタミナ配分。2ラウンド目終わった。でも総合的に、あ、2ラウンドで終わって判定勝利。おお。まさかの判定勝利、ま、ですよね。結構相手にダメージ与えたからな、左足と頭に。ジャッジもこんな感じです。これで準々決勝進出。くー、これ負けたらどうなんだろう。もう準々決勝とかもう強そうじゃんこいつ。よし、ということで次回はここから。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。Yeah.